ヘッジハンターはアイルランドの競争場。2005年のグランドナショナルに優勝した。2001年1月のデビュー以来、ナショナルハンと競争のみの出走となっている。初勝利は、翌2002年2月の3マイルのハードル戦だった。ヘッジハンターは2004年から2007年まで4年、連続グランドナショナルに出走している。 3マイルのハンデキャップチェースに勝ち、10ストーン12ポンドの金量を課せられた2004年の初めてのグランドナショナルでは、積極的に逃げを打ち、終盤まで脱落することなく、戦闘集団を形成していたが、最終障害で落馬した。しかし、2005年の同競争では同中インコースを取りながら、徐々に前に、進出、2周目のビーチャーズブルックの手前で戦闘を、 走っていた前年の2着馬、クランロイヤルがカラウマに連れ去られると変わって戦闘に踊り出た。最後は後続を突き放し2着のロイヤルオークレアに14馬審査で優勝した。勝ちタイムは9分20秒80。出走馬40頭中21頭が完走した。安城のルビーウルシ,キシュ騎手は2000年のパピオンに続き、グランドナショナル2勝目。 11ストーン以上のハンデを背負っての勝利は17年振りのことだった。2006年はレッパーズタウン競馬場で行われる G1 ヘネシーコニャックゴールドカップ、そしてチェルトナムゴールドカップで、それぞれビーフオアサーモン、ウォーオブアトリションの2着となり、万全の状態でグランドナショナルに臨んだ。11ストーン12ポンドのトップハンデながら、 クランロイヤルと並んで一番人気に押され、レッドラム以来32年ぶりの連覇への期待は大きかったが、最後の直線で前年のアイリッシュグランドナショナルの勝ち馬、ナンバー6バルバーディに抜け出されて2着。3着にクランロイヤルが入った。2007年はハードル戦を2回叩き、2006年と同金量で出走したが9着に終わり、 2008年のナショナルでも13着に敗れ、これを最後に引退した。ありがとうございます。